こんにちは、美容家の夏美です。今回は最近コスメキッチンでお買い物をしたので開封式をしたいと思います。スキンケア、ベースメイク、ポイントメイク類を5つご紹介したいと思います。開封式と言いつつすでに1回使ったものもあるので、そういったものは感想も交えながら紹介したいなと思います。では早速紹介していきます。まずはですね、大好きなファミュから2点お買い物をしました。1つは、フラワーインフューズドファインマスク、もう1つは WeLove さんトーンアップ UV クリームです。ファミュはフラワーセラピーの要素を組み込んだ韓国のコスメブランドで、日本に来てはまだ 2,3 年と浅いんですけれども、即効性がすごく高くて、もうコスメキッチンでもすごく人気です。でファミュは私も大好きで少しずつ集めているんですけど、マスクは皆さんがすごくいいっておっしゃってて、ずっと気になってて、で下地は最近出たばかりの新商品なので、下地マニアとしてはね、一度使ってみたいなと思って購入しました。早速開けていきましょうね。フラワーインフューズドファインマスクですね。コスメキッチンで見たことありますかね。見た目はこんな感じの茶色っぽい色味なんですけど、まだ私1回も使ってないんですけど、でカルメリアの花びらが入ったマスクになってます。あー、めちゃめちゃいい香り、早く使いたいです。これはね、ジェルタイプの洗い流すマスクなんですよ。のキーの成分になってるカメリアのお花が、抗炎症とか抗酸化作用があって、アンチエイジングにもすごくいいし、保湿とか鎮静もできるすごい優秀なマスクです。使い方は洗顔後に化粧水をまずお顔になじませて、その上から塗るものなんですけど、塗った状態で10分から20分ぐらいしたら洗い流すか、化粧水でまた拭き取るっていう感じでお手入れができます。結構珍しい使い方をするマスクなんですけど、使った後にお肌がね、こうプルってなるらしいんですよ。あとすごいお肌が明るくなるって聞いて、毛穴も引き締まるということで、もう使うのが楽しみで仕方ないです。日差しを浴びた日に使うのもおすすめっていうことだったので、もうこれからの季節もすごい役立つかなと思います。夏は冷やしてクーリングパックにもなるってことで、ちょっと最近スペシャルケアのアイテムをまたいろいろ集めたいなと思ってたので、今回はこのファミュのね、カメリアの花が入ったパックを使うことにしました。また使ったら感想をお伝えしますね。続いてはこのトーンアップ UV クリームですね。これも開けていきたいと思います。はい、すごいしっかり 40g 入った結構大きめのお下地です。これはね、トーンアップの真っ白のお下地なんですけど、テスター使ったらやっぱりすごく明るくなって良かったです。私の肌作りはトーンアップ下地が欠かせなくって、トーンアップ下地で赤みとかくすみとかも大体カバーしてるし、素肌っぽいツヤ感とか、あと肌色もワントーンこう上げたいので、絶対これはゲットしようと思ってました。今日もね、実は1回使ってみました。なんかいつもの撮影より肌が白くなっているように見えるんですけど、どうでしょうか。最初バーって塗った時は、あ、白くなりすぎちゃったかなとか思ったんだけど、意外とね、鏡見ると馴染んでるので、これはなんか大活躍してくれそうな予感がしてます。下地の時点で顔がだいたい完成していれば、ファンデとコンシーラー本当でちょっとだけつけるだけでベースが仕上がるので、トーンアップね、本当に使うと楽なんですよ。ファミュは UV ケアもスキンケアの一環としてこう考えてるので、こう日中の環境で肌がこう乾燥したりとか荒れやすくなるのを防いでくれる成分がね、たっぷり入ってます。これ UV ケア効果も SPF 50ですごく高いんですけど、スキンケアの天然成分のみで UV 効果を高いものを作るってすごい難しいそうなので、やっぱりブランドの努力をすごい感じる商品かなと思います。私ラロッシュポゼの、トーンアップ下地も大好きなんですけど、これを最近こうゲットしたので、今後はラロッシュポゼとこのファミュのトーンアップ下地の使い比べ動画とかもちょっと作ってみようかなと思ってます。ファミュはもうどちらも即効性がすごい期待できるアイテムだと思うので、使うのすごく楽しみです。
続いてはメイクアップのアイテムを紹介したいと思います。ナチュラルコスメでポイントメイクのアイテムって私そんなに持ってないんですけど、最近はね、ゲットレディウィズミーの朝の支度動画をよく撮っているので、あのメイクを載せる動画で載せる機会も増えたから、せっかくなのでね、気になってたものを揃えてみました。今回は結構トーンでいろいろお買い物しました。まずトーンのペタルアイシャドウ28番と、トーンのペタルエッセンスカラーバターの5番という色味をゲットしました。トーンも新しいブランドですけど、コスメキッチンで本当に人気ですね。トーンはあなたの表情がもっと美しくなるトーンと、あなたらしいカラーをっていう意味が込められてるそうです。とにかくアイシャドウとか、あのリップもそうなんですけど、カラバリがねすごい豊富で、で絶妙でおしゃれなカラーがねすごい多いんですよ。で全ての商品にトーンは乾燥地帯で生息してるウチワサボテンのオイルを使っているそうで、保湿力もすごく高いです。まずはねアイカラーをお見せしたいと思います。私がゲットした28番です。ベージュとブラウンの2色のパウダーのアイカラーです。実は今ちょっと使ってみました。二重幅と目の下にこの濃い色を入れて、アイホール全体にこのベージュを今入れてます。単色でもね、重ね付けでもすごい可愛いです。テスターを試してから購入したんですけど、つけた時にもしっかりしっとりしてるし、ラメもねすごい上品で使いやすいです。あとなんか柔らかい発色でね、透明感が出ます。このシリーズはね、色味がね30色もあるんですよ。しかも2色入って2200円なので、すごいお得だと思います。もうすでに他の色もいろいろ欲しくって集めたいなと思ってます。続いてトーンのペタルエッセンスカラーバターの5番です。これはねレディーライクレッドっていうお色味です。トーンのグロスもねすごい色味がたくさんあって、エッセンスグロスっていうのが13色と、エッセンスカラーバターっていうのが5色あります。グロスの方は発色がね結構透明感のある透け感のある発色で、トロンと滑らかな感じなんですけど、私がゲットしたカラーバターの方はちょっとセミマットな発色で、こっくり系の本当にバターみたいな透け感です。実はね早速塗ってみたんです。これ1色でこれくらい発色します。すごいね、しっとりしてつけ心地めっちゃいいです。唇すぐ乾燥するから、これめっちゃ便利そうって思って見て、結構発色いいでしょう。あと塗ってみますね。ほんとねバターみたいなんです。私1本で結構しっかり発色してくれる赤いグロスが欲しかったので、すごいこれは当たりかなと思ってます。なんかね唇にベタッと乗るんじゃなくって、唇をこう包み込んでなんかしっとりさせるような感じの使用感です。でね、アイカラーもリップもこんな綺麗な発色なのに全部オーガニックで優しいっていうのもねすごい嬉しいですよね。トーンはこれからすごいハマっちゃいそうな予感です。続いて最後にですね、アネリアナチュラルのトリートメントマスカラのブラウンをゲットしました。アネリアナチュラルはね吉川ひなのさんプロデュースのブランドですね。と目元を大切に守ってくれる植物成分をねたっぷり含んでいます。私はもうナチュラルコスメのマスカラといったらもうアネリアかなって感じです。これも実際に今日ね使ってみました。なんかいつもより目元がパッチリしてるように見えるんですけど、多分このマスカラのおかげかなって思います。ブラシはねこんな感じです。塗りやすかったです。ね、すごくね長さが出て、こう一本一本こう芯のあるまつげになるかなと思います。あとは以前テスターを試した時にお家でクレンジングをしたら本当にスッと落ちて、目元のね負担もすごく少ないなというふうに感じました。目元はねすごいデリケートなパーツだから、これから負担の少ないものをねしっかり選んでいきたいなというふうに改めて思いました。私はブラウンにしたんですけど、ブラックとあと透明の色味もあるので、自分の使いやすい色を選びやすいかなと思います。
はい、今回のコスメキッチンの購入品はこんな感じでした。他にもね、ゲットした日用品とかコスメキッチン以外の購入品もあるので、後でまた紹介したいと思います。今回ゲットしたアイテムはまだ使っていなかったり、1回ぐらいしか使ってないものばかりなので、またちゃんと使ってレビューしたいと思います。私のチャンネルでは今回みたいにナチュラルコスメの魅力をお伝えしているので、もしご興味がある方はいいねボタンとチャンネル登録もしてもらえたらすごく嬉しいです。特に Get Ready With Me の朝の支度の動画では、ナチュラルコスメを使ったスキンケアやメイクも盛りだくさんで紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてもらえたらと思います。はい、では今回の動画はこれで以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。